皆さんこんばんこばは本日講師を務めまますす成と申します本日は「ケアネットワクチン2023アップデート」と題してここ12年のワクチンの最新情報をお伝えしていこうと思います。簡単にですが私の自己紹介申し上げます。もともと私家庭をやっておりました家庭時代にワクチンや渡航医学に力を入れ始めてその縁もあって後に検疫官に転職して2 0 0 19年末からの新型コロナの世界的パンデミックではま大変貴重な経験をいたしましたそして2020年末に新型コロナワクチンが登場しその後の2021年2月からは日本全国で新型コロナワクチンの接種が始まりましたもともとワクチンに関心を強く持っていたきっかけもありましてあちこちで新型コロナワクチンに関する講演ですとか現行のご依頼ですとかたくさんいただきまあ、何より私自身が一番勉強させていただいております でこうした経験がきっかけとなって、現在は長崎大学の大学院で熱帯医学を勉強している、まあ、50の手習いの学生の状態でありますが、引き続きワクチンと特医学にはずっと注力しておりますので、まあ、今回ケアネットさんにこうしてお招きいただいてワクチンの話をするという次第です。で本日はこれだけ8つのテーマをご用意いたしました。最新情報だけをかいつまんで駆け足で見ていくような状態です。ところどころ、あの。 前提となる知識が必要なお話も混ざっている場合もあります、えー、よろしければオンデマンドなどで繰り返し見ていただいて、えー、ご自身の知識を補完していただければと思います本日の講義にあたって特に開示すべき利益相反はございませんまた講義中にワクチンの商品名またはブランド名を示す場合がありますが、えー、製剤を特定したり明示するためだけのものですので、えー、その旨ご了承くださいでは早速本題入ってまいります、えー、まず基本的知識の